ねえ、リンドウってさ、誕生日12月25日だよね。それがどうかしたの？いや、普段からお世話になってるからさ、みんなでプレゼントでも買いに行かない？リンドウの誕生日をお祝いするの？ネコミが？でもさ、ネコミはそこまでリンドウにお世話になってない気がするけど。なーに言ってんの。チーム P のトップとして俺たちメンバーを見てくれてるじゃん。それはそうなんだけどさ。え、まさか真珠、俺のことチーム P の一員じゃないと思ってる？え、いや、そんなことないって。ネコメ、真珠をからかうなよ。ま、僕は賛成。リンドウの誕生日にプレゼントを渡すのいいと思うよ。でしょ？それにさ、みんなで話しながらプレゼントを選ぶのって楽しそうじゃない？それはそうか。よし、そうと決まれば善は急げ。みんなで今からデパートに行こう。リンドウの誕生日プレゼントか。どんなものがいいかね。リンドウって物も大事にしてるし、ちゃんとした物のイメージがあるよね。うん、でもあいつ高いものだと遠慮しそう。そこは避けるべきじゃない？なるほど。お値段ぼちぼちでブランド物は避ける感じと。ねえ、もしもさ、リンドウがガジェット好きだったら何欲しがりそう？ガジェット好き？そんなイメージないけどな。なんだろう、例えば光るスピーカーとか。海外のおしゃれなパソコンとか？それすごく高いやつだろ。なるほど。じゃあ次はリンドウが好きそうなオタクグッズ。っていうか、どんどんリンドウから離れてってないか？そりゃそうでしょ。リンドウのイメージまんまのアイテムなんて普通に持ってるって。だからあえて別の要素を足してみよう。らしさがありつつ新しいものをってね。なるほど、一理あるのか。さすがに難しいよ。すぐには思いつかないかも。とりあえず今日はショップを回るか。何かピンとくるものがあるかもしれない。君にはプレゼントじゃなくてケーキ選びをお願いしたいんだけど、どう？やあ、これからスターレスに行くところ。うん、一緒に店まで行こう。猫目があんなこと言い出すなんて意外だったな。それだよ、猫目って誰かに奢ってもらってたイメージが強くてさ、ちょっとケチというか。ああ、ごめん、変な言い方しちゃった。人に物をあげるイメージがなかったんだよ。まあわかんないけどね、俺もあんまりよく覚えてないし。確かに、それはそうだね。リンドウにはお世話になってるし、お祝い自体はすごくいいことだと思うよ。ああ、それがまだなんだよ。全然思い浮かばなくって。リンドウが持ってるものを送っちゃうのも怖いしさ。あとは、
みんなとプレゼントが被るのもね。相談しながら決めたいかも。ありがとう。よろしくね。俺もリンドーが欲しそうなものをバッチリ探っておくからね。人への贈り物ってさ、意外と決めるの大変じゃない？ギフトカードも考えたんだけどね。僕なら贈られても気にしないし、使いやすい。自分が人に贈るものならもう少しちゃんと考えたいかも。リンドーの欲しいもので値段がほどほどで、よし、一旦休憩。スイーツでも食べてリセットしよう。言えばスターレスの年末年始のスケジュールが出てたよな。クリスマス公演がチーム W、 年末の特別公演がチーム K で、正月公演がチーム C だったはず。そう、何やるかまでは知らないけどね。どっちにせよチーム P としては公演はしばらくないんだよ。だからレストランのシフトは休みをもらって旅行に行こうと思ってるんだ。暖かいところに行ってダイビングをしてくるつもり。そうだ、旅先でプレゼントを探すのもいいかもな。実は水中カメラも買ったんだよね。写真もプレゼントも期待してたよ。運営、みんなを呼んできたけど、何の用？マイカさん、ありがとうございます。実はチーム P の皆さんに今回のクリスマス公演をお願いしたいんです。え？今年はチーム W だって聞いてたよ。何があったかわからないけど、ショーに出られるならよかったじゃない。ああ、大丈夫です。チーム W の公演も行われますので。対決公演をやれってことか？もう、整理してから話しなよ。運営、どういうこと？今年のクリスマス公演は、チーム W による新作公演の予定でした。ただ、社長から外部のイベントスペースでショーをするよう指示があったんです。チーム W がそちらに向かうとスターレスの公演スケジュールが空いてしまうので、直近でショーの予定がない P に白羽の矢が立ったと。そうなります。はぁ、旅行はキャンセルだな。で、ショーは何をやるの？ K さんからはサルバメの再演をというお話がありました。へえ、懐かしい。一昨年のクリスマス公演だね。リンドーがシンガーで、メノー、ミズキ、モクレン、ギーがスタメンだっけ？それをチーム P でやればいいんだね。はい、よろしくお願いします。日数もないし、早速準備を始めないとな。今日のリンドーのシフトは？リンドーさんは本日はお休みだそうです。ならできることだけ進めておこうか。俺は倉庫で脚本と動画を探してくる。マイカ、仕切ってくれ。わかった、準備を進めよう。ごめんリンドー、休みなのにわざわざ来てもらって。いや、気にしないで。
賞が決まったなら準備は早い方がいい。昔の動画は銀星が探してくれてるよ。ありがとう、助かるよ。ねえリンド、サルバメ、僕が歌おうか。いや、サルバメはセンターがシンガーを兼任する賞だから、練習期間も短いし、できるだけ前回から役と演出を変えずに行こう。分かった。ごめん待たせた。はい、これ前回の DVD。 ありがとう。早速見てみようか。マイカは水木、真珠はギー、銀星は木蓮の動きを特に見てほしい。はい。あのさ、リンド、振りってアレンジしてもいいよな。今から演出を調整するのは難しいから、できるだけこのままが理想だね。マジかよ。ギーがそんなにアクロバティックなことやってなくてよかった。アドリブ多すぎだろ、水木のやつ。音が全然わかんないんだけど。全体の演出にはそうようにするけど、再現については期待しないでよ。人生は大丈夫そう。悪いけどこれは自信ない。モクレンだもんね。確かにあのダンスは真似できないや。だからって第三の幽霊のソロパートは外せないしな。どうするか。あれ、銀星には厳しい感じ？ねえ、ごめん。よっ、ちょっと見せてもらってたよ。確かに難しそうだけど、ギリなんとかなるんじゃない？少なくとも今の俺には無理だ。あ、そう。じゃあ今回は変わってあげようか。リンド、今回のスタメンに猫目を推薦する。わかった。今回は銀星のポジションを猫目と交代しよう。 OK、 よろしく。ごめん、今回はその分演出として頑張らせてもらうよ。頼んだよ。こんにちは。今から見学ですか？僕は用事が終わったので今から帰るところだったんです。あの、よければ食事でもいかがですか？お話ししたいこともあるので、ぜひ。ありがとうございます。では行きましょうか。最近真珠やマイカがあなたにいろいろとお願いをしているようなので。すみません、付き合っていただいてありがとうございます。僕の誕生日のことなんですけど。すみません、からかいすぎましたね。大丈夫ですよ、僕は当日も知らないふりをしますから。先日真珠に聞かれたんです。12月25日の予定とか、僕の欲しいものとか。真珠やマイカのことだからあなたに相談しているだろうなと思って。ありがとうございます。僕から返せるものはほとんどないけど、クリスマス公演を最高のショーにしてみせます。
あなたのために歌うので、ぜひ見に来てくださいね。おはようございます。ハッピーバースデーマイブラザー。おめでとうございます。誕生日なのはお前だろ。最愛の兄と女子に祝ってもらえて幸せ者だな。はあ、そのありがとうございます。もっと嬉しそうな顔しろよ。誕生日でしょうに。いや、限界っすわ。嬉しみ表現の限界っす、これが。そっか、しけた面だな。辛辣。最愛の兄とかいうやつの口から出ていい単語じゃねえですよ。ま、そんなこと言っていられるのも今のうちだけどな。ほら、俺から誕生日プレゼント。結構高かったから大切にしろよ。他のキャストのタンプレ買うついでだったけど、一応心はこもってるから。ああ、マジのマジで祝う気あったんすね。ありがとうごぜーやーす。タンプレもらうのなんて何年ぶりだ。開けてもいいすか。おお、いいよ。なんすかこのおどろおどろしい人形は。1分の1スケール、実在する呪いの人形完全再現ドール。しかもランダムで首が落ちる機能付き。なんつう縁起でもねえものを。どう、気に入ってくれた？ちなみに、なんでこれにしたんすか。面白そうだから。ありがとう、兄貴。これを日頃からお世話になってる人のロッカーに飾ることにしやす。おう、俺に返品しなきゃ何でもいいよ。リンド、誕生日おめでとう。みんなもありがとう。料理の到着っす。まだまだ出てくるんで、どんどん食べてくださいっす。食べてる。言われるまでもない。まさか参加者がこんなに増えると思わなかった。チーム W のみんなに、モクレンとカスミ、本郷が料理を作ってくれてるんだって。俺、厨房にお礼を言ってくるよ。ま、ただ飯食えるんならそりゃ来るじゃん。アキラ、さえずりが悪魔を呼ぶこともある。あなたも今日はありがとうございます。パーティーなんてそんな大掛かりになるとは思ってなかったんですけどね。いいんじゃないの。結局大半は飲み食いしながら騒ぎたいだけの連中だよ。ああ、なんか歌いたい気分だな。なあ、コクよ、モクレンもネコメもいるし、昔のプレキンでもやってみる？客がいねえのにやる意味あんのかよ。お客さんならいるじゃん、彼女がさ。あいつはまた別だろ。おじけづいたか、コクヨ。
私は今でもお前よりうまく踊れるぞ。あ、上等だよ。舞台乗れ、モクレン。ねえ、ブレキンやるなら僕に歌わせてくれない？俺の前で歌おうなんていい度胸。譲ると思ってんの？マイカの口からブレキンって聞くとなんか胃が痛くなるんだよな。奇遇っすね。それ自分もなんすわ。苦い思い出がこみ上げて。ちょっと、それどういう意味？こんな風に騒ぐのもたまにはいいですね。あなたも楽しめていますか？よかった。来年は今よりもっといい年になりそうです。はいはい、二人ともなんでそんな隅にいんの？猫目、仮にも主役がこんなところにいるんじゃないよ。さあ真ん中に入って入って。じゃあ改めて、リンドウハッピーバースデー。